アシガバート地震は1948年にトルクメンソビート社会主義共和国のアシガバート付近で発生し甚大な被害をもたらした大地震である。この地震による震災でアシガバートは人口の3分の2を失った。1948年10月6日午前1時12分、アシガバート付近で M7.3 の大地震が発生。付近では メルカリ震度階級10に達したという説もあり、地震は壊滅的な被害をもたらした。当時この地域では検閲が行われており、死傷者数など被害状況が発表されることがなかったという秘密性ゆえに、ソ連発の原爆実験による地震ではないかという噂もあった。そのため、1万人から11万人あるいはそれ以上にも達する多数の犠牲者が出たとされるが、 正確な人数は不明のままである。トルクメン初代大統領であるサパルムラトニアヤゾフは、アシガバートで17万6千人が死亡したと述べており、さらに彼自身もこの地震で母親を失った。当時この地域の家の多くは単純な構造であったこともあり、犠牲者のほとんどは家の瓦礫に押し潰されて死亡したという。 この地震による災害は、ソ連やロシア帝国の歴史上最大級のものになったにもかかわらず、この災害の事実は何十年も経ってからようやく広く知られるようになったという。ABCDF e、F. アレクセイティモフェイチェフ。ソビエート国家によって隠蔽された3つの大惨事。jp.rbth.com。2020年10月19日閲覧。 アックは、世界の自然災害について暮らしに役立つ、保健情報アクは小学短期保険株式会社。2020年10月19日閲覧。トルクメニスタン記念筆サプライヤー。j.china-marmore.com。2020年10月19日閲覧。abc、甚大なる被害をもたらした、世界25の地震、エキサイトニュース。 エキサイトニュース2020年10月19日閲覧ありがとうございます。